よし、じゃあちょっと詳しく見ていきますかね。じゃあまずは、進化の個々から見ていきますか。まあ、よくある、まあ、ルインっちゃルインですよね。自分のデッキ、マゴマが6万以上入っているときに、発動できて、まあ、2ターン完結で、1400の、特殊ダメージと、まあ、20% のデバフと。まあ、マモンと違っていいところは、まあ、先ほどね、ルルカちゃんが言ってましたけど、まあ、その点、と、プラスして、まあ、神駒なんで HP 高いっていうところですかね。で、コンボスキルが、2000の、特殊ダメージ与えて、このスキルの特殊ダメージは、スキル発動時の盤面の自分のキャラ駒1枚につき400上昇で、マックス、4000まで伸びるっていうことは、まあ、最低値が2000で最高値が4000か。で、4000到達するには自分の、キャラ駒が5枚ないといけないっていうことですね。ちょっと多いっていうか大変ですよね。まあ、なんか、でもこれってフェイルノートと一緒に使えるのか？あ、できますね、カンナさん。じゃあ、フェイルノートと一緒に使って、まあ、うまく召喚出して、まあ、こいつのコンボスキル、まあ、上狙っていく感じですかね。まあ、かなり使いやすいっちゃ使いやすい。デッキ条件さえ満たしていれば、まあ、スキル、コンボスキル、とりあえずいつでも使えるっちゃ使えるか。まあ、でも、沈まで、どうすかね、使われますか？このキャラクター。なんか、別にいなくても良さそうな気もするんすけど、まあ無理に取るようなキャラクターではないんですかね。まずどういうデッキに入ってくるのこれ。デバフと特殊でしょ。まあヒプノスとかにはまあ入りやすいですかね。逆に言うとヒプノスに金魔も編成したい、編成したくて、まあトゥールラ抜いた枠、空いた枠にこのキャラクター入れるとかかな。まあトゥールラと併用もできますし、まあ金魔も採用したい場合は、まあトゥールラの代わりに金魔も採用して、まあこの進化の個々入れて、まあ、ちょっと火力と、まあ、デバフ与える感じになりますかね。まあ、20% のデバフ結構でかいんで、とはいえ。まあ、でもちょっとスキルとコンボスキル合わせて使わないと火力はあんまり出せなさそうかな。このキャラクター単体では。まあ、防御寄りのキャラクターなんですかね。まあ、あと罠も回収できるっていう側面はあるか。そんなになんか強い特殊ダメージじゃないんで。まあ、最悪罠回収要因でサクッと使っちゃうのはあれかな。まあまあまあ、とりあえず進化はこんな感じですかね。まあ悪くはないですけど、まあ必死こいてゲットしに行こうみたいなキャラクターではないとは思うかな、個人的には。で、次、10日の方。自分の神駒が5枚以上なので、ちょっとスキルの発動条件重めですかね。5枚って結構必要ですからね。で、2ターンの間、2400の雷撃ダメージなんで、これはかなりダメージ高いですよね。まあ、雷撃って結構通りやすい、ダメージ手段にプラスして、まあ、2ターンですからね。まあ、ティターニアよりも単純に火力出せますし、なんだったら罠防御 かかりにくいんで、これかなりね、出せたら強力ですよね。で、コンボスキルも、まあ、これスキル、まあ、使えたら基本的に、まあ、コンボスキルも使えると思うんで、まあ、コンボスキルも最大4800の、雷撃の、ライフバストと。まあ、これもなかなか強いですね。雷撃っていうダメージにしては。まあ、ささやきデッキ使う人だったらどうですかね、使いますかね。まあ、プシュケとかは、結構ささやきデッキに入る、アタッカーなんですけど、ちょっと特殊ダメージっていうのがネックでして、まあ、罠とかね、防御にかかってしまうんで、ちょっとささやきデッキのテンプレ見ましょうか。S 駒の漢字は1位がガブリエル、2位がプシュケ、3位ビーナス、4位イザナギ、で、5位フリージア、6位シンデレラ、こんな感じですね。まあ、プシュ系は正直抜けないかな。ビーナスも、まあ、召喚と、コンボスキル相性いいんで、まあ、それも全然いいですし、まあ、抜くんだったら、イザナギになるかな。まあ、でも、イザナギの火力やべえからな。そうなんですよね。5枚っていうのがちょっとネックっすよね。まあ、プシュ系4枚以上で使えるんで、ちょっと軽いんですよね、プシュ系は。そこがいいんだよな。まあ、コンボスキル5枚必要ですけど、てか、あんまりなんか、ささやきデッキっていうか、ガブリエルデッキ使わないんで、どれくらいな感じで召喚するかいまいちわかんないんですけど。まあ、でも、こっちの方がまだ使われる可能性はありますかね。あ、S5 にするのもありと、なるほど。まあ、それだったら結構入ってくる余地はあるかな、正直。まあ、でも、これもワンチャンあるかないかぐらいかな。まあ、ささやきデッキが、まあ、どれぐらい環境に増えるかによりますかね。まあ、そんなに使われそうなキャラクターではないかな。まあ、デッキ自体がっていうところもありますけど。なんかこのキャラクターリゼロのなんかパッと見、ベアトリーチェになんか雰囲気近いな。ツインテールっていうのと、なんか幼女っていうところと、なんか目が、なんかこういう感じですよね。ベアトリーチェ。OK、じゃあ問題の A キャラクター見ていきますか。両面バーストバレー、ちょっとしっかり数値とか見れてなかったんですけど。さあ、この問題の A キャラクターのバーストバリア両面持ち。これ素で HP が1500いってるのでかいですね、これ。かなりいい感じのステータスしてるな。で、スキルが、
と自分のデッキに神駒が1枚以上入ってるのがまあ条件と、ということなんで、とりあえずマフェリとかメルベとかでは使えないですね。逆にね、マフェリとかあのメルベは、まあ、村正が編成できるんで、さらにね、なんかこのキャラクターも入ったらまあ相当ね、あの延命できちゃいますからね。まあそういった意味も込めて、まあとりあえずマタンではないと。ただ逆に言うと、神駒1枚さえ入ってれば OK なんで、かなりあの幅広く、使えちゃいますね。まあそれこそヌラリヒョンとかメフィストとか、まああの、なんだろう、まあアポロンとか、ヒプノスとか、まあ、何でもありちゃりなんで。で、問題の数値なんですけど、1800減少させると、まあ、ゲイボルグは1700なんですけど、まあ、それよりか、まあ、一旦だけですけど、高いですね。1800、守ってくれると。まあ、大体 A キャラクター1枚分ぐらいは守れるか守れないぐらいかな。まあ、でも、ハルちゃんの特殊2000だから、まあ、ちょっと守りきれないぐらいですかね。まあ、でも大きく、軽減はできるんで。で、コンボスキルも全く一緒かな。1800と。まあ、裏表使えれば、まあ、合計3600の HP アドバンテージが取れますよね。まあ、基本的に使われるデッキは自分のデッキが延命して長い戦いを望むデッキなんで、まあ、ヒプノスとか5ターンでヒプノスの、火力終わっちゃいますからね。まあ、メフィストとかヌラリヒョンとか、まあ、シアンとか、まあ、それこそ、僕が今使ってるような、罠デッキ、罠を置くまでの時間稼ぎとして、まあ、こいつ、ちょっと使ってみたいな。まあ、今回33連僕引きに行きましょうか、さすがに。バーストバリアで今のところ劇的に弱いキャラクターはそんなにいないんで、まあ、ペイルノート、ゲイボルグ、村正。ちょっと暗黒の時活がね、ちょっと暗黒の S ゴマ強すぎるんで、ちょっと枠がないっていうのはありますけど、まあ、でもそれでも弱くはないとは思うんで、まあ、そもそもなんか最近ヌラリヒョンデッキがあんまり強くないっていう問題がまああるんですけど、まあでも33連でこのなんか目新しい両面バーストバリアのキャラクター引けるんだったらとりあえず引いとくのはありかな。まあ、カップ戦とかでも普通に使えそうですし、マタンじゃないのが結構でかいですね。マタンだと結構カップ戦使いづらいんで、まあダメージが継続する系は一番でかいですよね。まあ正直なんかマフェリーデッキに一番使いたいようなキャラクターなんですけど、マフェリーは、まあちょっとこれデッキ条件的にできないんで、そうですね、確かにね、とりあえずもうデッキ条件さえ揃ってればいつでも使えるんで、手駒事故とかもないですもんね。シアンとかでは強そうだけど、他のデッキだとどうだろう。まあ、継続系ですよね。なんだかんだ。まあ、あんまりバーストバリアの反射とかはそんなに考えなくていいかな。まあ、一応 40% はあるか。まあ、でも1800が大体突破されるからな。まあ、そこはあんまり考えなくていいか。あ、ロイヤルバトルもありますかね。まあ、とりあえず今回はね、この3体ですか。まあ、一番の目玉はやっぱり強駒なんで英語ますよね。このキャラクターはまあ、とりあえず持っておきたいな。どんな感じかわかんないですけど、僕今使ってる罠デッキでね、ちょっと、運用していきたいんで、まあ引きに行きますか、こいつは。まあ、ステータスも悪くないですし、逆に言うと結構アタック低いな、これ。そこがどうなるかか。まあちょっと終盤にロック出されて、まあ釣られる可能性もなくはないんで、まあ終盤釣られちゃうと、まあさすがに1800では耐えきれませんからね。ということで、じゃあちょっとね、早めっていうか、まあキャラクターが少ないんで、とりあえず新着をするには鑑賞会、こんなところで今回は終わりますか。